子供の検診に行った際のことです。駐車場に車を止めて会場へ。鍵はジャンバーのポケットに入れていました。暖かかったのでジャンバーを脱ぎ、カバンと一緒に持って移動していましたが、子供に気を取られて、少しの間、荷物から目を離してしまいました。その後、検診を終えて帰ろうと、ポケットに手を突っ込むも、鍵がない。会場内を探しましたが見当たらず、駐車場に落としたのかもしれないと思い、とりあえず外へ出てみたところ、私の車の運転席に誰か乗っていることに気づき、慌てて車に駆け寄ろうとした途端、車が発進しました。しかも、後ろに、車は壁にぶつかり、運転席にいた若いママさんは号泣。チャイルドシートに乗せられていた赤ちゃんも号泣。とりあえず警察を呼んで、詳しく事情を聞いてみたところ、そのママは18歳で、未婚で出産して、免許を取りに行く暇もお金もない。友達は、みんな、車で遊び回っていてずるい。その人、私だって、若いくせに車持っててずるい。少し借りるくらい許してくれてもいいはず。と泣きながらわめきまくっていて、話にならない状態だったので、そのママの親に連絡を取ってもらい、車の修理費用などの話をつけて帰宅しました。すぐに菓子折り持った親が家に来て、土下座して謝ってくれたのですが、本人はいませんでした。若いくせにって言われても、私は四捨五入したらみそじですし、ちょっと借りるくらいって、どうやって返すつもりなんだろう。まあ、赤ちゃんに怪我がなくて幸いでした。これからは、鍵は、カバンの中にしまうようにしなくちゃなぁと、反省した一日でした。